花尾由郎の音楽魂。はい、こんにちは。金尾由郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。今日はね、まず拳が入りましたけどですね。皆様、お元気でしょうか。はい。ね。おなじみ、高橋誠さん。どうも、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一週間あっという間ですよね。そうですね。なんかね、うん、早いですね、時が経つのが。そうですか。もう一週間。一週間がもう早いよね。一年がまたぐっと早くなりましたけども。松下としみさん、こんにちは、どうもよろしくお願いいたします。どうですか、具合は。具合はそんな悪くないのか。病気持ちじゃないんで。ああ、そう、具合は大丈夫ですよ。機嫌はどうですか。機嫌はどうですか。ご機嫌様。ちょっと最近頭のくること多くないですか。そんなことない。頭はくることないですね。そうですか。何ですか。いやなんかいろいろね、ありますけどもですね、今日も楽しくね、はい、音楽魂、今日は金玉ということでね、滑舌をよく金玉いきましょうね。ということで、先週はもう本当にヤマトのパをね、お世話になりました。 ありがとうございました。音楽魂よかったね。10周年記念ということでね、ね、うん、珍しく、僕にしては珍しくお客様いっぱいでね。謙虚に行きます。いやネガティブサークル作ろうかなと思ってるんです。そんなネガティブ。でも曲作る人とか、もの作る人っていうのは、もうそんな明るいばっかりではなかなかそこから生まれないというかね、そういうことないですか。本当ですか。そうかな。今日は8日。全然なんかバラバラになってバラバラになってきましたけどもね。先週はもううるさかったね、ロックンローラー。ちょっとやばい薬やってるよね。いやそういうことはないんでしょうけどもね、元気が良かった。9年ぶりに会いましたね。元気がいいよね。相変わらずね、パワフルな。元気がいいのはいいことですよ。丸山ね、丸山さん。でもさ、名前は普通なんだけど。丸山博さん。ね、ご機嫌な。素晴らしい。ね、頑張ってほしいと思います。連日ライブでね。頑張っていただきたい。今日はね、金玉ということで、まずファックスご紹介しましょうか。なんなら僕の方から。金尾由郎さん、投げ銭 FM 音中ということは、チャーリー佐藤さんでございましょうかね。地蔵坂 YMT の皆さん、キキさん、山田さん、こんにちはっていう。これね、乃木坂って、乃木坂とか、その何、何地蔵坂になってんだけども、これを、ひょっとしたら YMT じゃなくて、普通、自動坂60とかね。そういう風にした方が言いやすいかも。だから、例えば、YMT にすると、何ヤマトの逆みたいだよね。そうそうそう。地蔵坂60とかね。ああ。そう、語呂がいいよね。ね、うん、そういう風に語呂がいいかもしれません。そうかもしれない。梅雨入りとともに梅雨をつき始めた今日この頃でありますね。そうなんだ。あ、そうか。梅雨に入ったら、腰がほらに来る方とかもいますよね。あちこちがね、痛くなったりとかっていうね。あ、大変だったんだよね。一回ね、チャーリー佐藤さんもね。チェティでライブ来たとかあったもん。あ、そう。そう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 。しかも2本。2本。それ。スキーやってた。そうそうそう。でも大変みたいよ。この梅雨入りっていうことはね、体のあちこちがね、まあ、持病をお持ちの方はね、大変だと思いますよね。僕も腰は悪いんだけど、なんとかリハビリというかね、なんとか保ってますけどもですね。腰悪い人多いよね。まあね、年齢的なことも。そうそうそう。だから、お気をつけいただきたいと思います。今日この頃でありますというね。そういえば、この杖は長い友であります。痛くもないのに電車では座れるしって。またね、こういうね、面白いですよね。たまには喧嘩の武器にもなりますという。いいですね。杖ってこういろんな役に立つんだね、これね。
そんな私に私の青空をよろしくお願いいたしますっていうチャーリー佐藤さんがね、今日3万円来てますよね。そっか、割と今日お金持ちじゃないですか、これ3万円ですかね。私の青空、私の青空来てますけどもですね、そういうことで何、かありましょうかね、松下さんの方から。あ、メール、うん、ありますよ。あ、行きますか、メール行きますか。はいはい、はい、歌いく、いや、いいよ、それで行こう。いい、メール先に読みましょう。いきますか。皆さんこんにちは、はい、梅雨時とはいえ気温も高く、うん、今年の夏は怖い、今日この頃ですね、うん、先週の丸山博さん、うん、まあ元気でしたね、うん、個人的にはオイラ以上にマシンガントークをする同世代にはなんだか嬉しくなりました。これ博多のミキさんからです。博多のミキさんね、はい、いつもありがとう、ありがとう。今日は金玉、うん、一転して皆さんのゆたっとした空気を楽しむことにします。そうね、ゆたっとしてるんだ ね、 ゆたっとしてるね。さて金玉なんて、言わせていただいていただきたいことがあります、うん、あ、金玉なんで、うん、一つ言わせていただきたいことがあります、うん、番組のヘビーリスナーでちょくちょくメッセージも送ってくれてたトラさんのことです。ああ、はい、個人的にフェイスブックでもつながっていたし、心優しい、しかも今年54歳になるおいらより年下の彼の訃報は少なからずショックでした。心よりご冥福をお祈りしたいと思います。そうですね、うん、年下、若かったんだねトラさんね。でもだからこそ人間は生まれた時から人生の終わりに向かっていることは、全員共通なわけで、まあみんな死にますからね。さんまさんの言葉ですが、残された我々は生きてるだけで丸儲けだと思って日々を全力で楽しんでいかなきゃと思っています、はい、だからこそ毎週聞けるこの放送もありがたいです。皆さんの生きてる喜びを感じながら聞きますけん。リクエスト、カノーさん、最近聞いていないワインディングロード、うんうん、また生き抜く力を感じるあなたからの贈り物、あなたからの贈り物ね。誠さん、 Reach out for the sky、 はい、としみさん、あいさんさん、星影の小道だけど何でもと、いつも通り何でも OK です。勘がいいね、ミキさんは ね、 ね、なんとなくね、必ず、ね、なんかなんとなくこう来るよね、はい、やっぱこういつも聞いてくれてるっていう ね、 ね、あの証拠だよね。P.S.、うん、はい、この間のヤマトパオでの10周年記念ライブはいかがでしたか。はい、アミタメさんにもまたお会いしたいですね、うん、ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます、うん、楽しかったです。まずそのトラちゃんが ね、 ね、もう亡くなっちゃってね、そうそう、本当に残念なことですけども ね、 ね、実はね、もう4月の、うん、28、29ぐらいに亡くなられてて、で僕も偶然ね、全くフェイスブックでつながりがなかった方からメッセージいただいたのね。そうだったんです。それでその実はこうこうこうでっていうことでね、非常にねショックでしたけどもですね、まあ、心臓がちょっと悪かったのは知ってたんだけどね、一生懸命応援してくれてたね、人でしたけどもね、音楽魂好きでね、僕が始めた頃からの、まあ、少し付き合いがあったんだけども、本当にね残念ですけども、やっぱりなんかこうこうやってそういう方とのお別れとかもね、いろいろあったりなんかもするんだけども、なんとかこうやって続けてこれたのはね、そういう人たちの気持ちのこう集まりみたいなところがあるので、やっぱりいろんな別れもあるし、また出会いもあるしね、うん、僕らでもいつどうなるか分かんないからね。そうですよ、ね、うん、だから今あることをやっぱりちょっと感謝して ね、 ね、一生懸命生きていきたいと思います。ミキさんどうもありがとう、ありがとうございます。リクエストもね、いろいろいつもありがとうございます、ということでね、なんか歌う、ミキさんのあれ歌いますか。じゃあワインディングロードかなんか僕が来ましたね、はい、ワインディングロード、はい、俺が覚えてないかもワインディングロードってあんまりやってないかもしれないですね、これね。最近やってないかも、やってないかもね。じゃあやってみようか、ね、この間途中でやめましたけどもね、俺なんか耳がおかしい。えどうしたなんか片っぽがあんまり聞こえないかも、まあとりあえず行こうか。二人を包む頃、あ
はい、うん、ワインディングロードというね、加納義郎久しぶりに歌いましたけども、うん、声が届きましたでしょうか、うん、ちょっと自分の声が最近やかましい自分でそれで耳が悪くなってそうそうなんかね ちょっとこうあの膜が張ったような感じたまにないやばいやばいたまになんかあるんでね気圧のねあれじゃなくてあそうかね、うん、あ飛行機とか、うん、普通歩いてても気圧のなんかないでしょう何も、うん、ある飛行機とかあるよね飛行機とかでもあるけどね、うんうん、まあそういうことは大したこと睡眠不足とかはあると思うんですよ、ね、ああそれはあるかもしれませんね、うん、そっか、うん、ワインディングロードですからワインディングロードですからね、うん、いつまで行っても曲がりくねった道をね現れるんですよ僕の前に飲みすぎは関係ないのかな飲みすぎっていうお出ましたかチェックが入りました飲みすぎですか飲みすぎですか最近ね僕水の飲めるようになりました水も水飲めなかったのよ全く水を飲まなくちゃいけないですよ、うん、だって昔飲むなって言われてたもんねあんまりねだからこう喉の渇きを我慢するのが俺たちの美徳だったもん ね、うん、めちゃくちゃだよ ねそれで何人死んだかあっという間にさ常識が変わる世の中だよね、うん、今全部だからねもう人の言うことは信じない信じないね、うん、自分以外信じないだってさうさぎ跳びばっかりやってたのがうさぎ跳び今ダメだもんねダメでしょそうだよもう痛かった、ね、俺何かあったらもう必ずうさぎ跳びやらせられたから、ね、やらされたよ ねお前皇帝3周うさぎ跳びうさぎ跳びが入るうさぎ跳びはもう今はダメとか言われるでもおかげで足腰は鍛えられたよそうそうそうだからね決してね悪いことじゃなかったんだよやっぱ喉かのあの喉の渇きをね我慢するっていうのは今はもう、うん、そんなことは絶対ダメよねダメらしいですけども、ね、昔は飲むなってなんだろうねあれはどういう根拠だったんだろう水がかってお金で水を買うなんていう時代はなかったから俺未だになんかもったいないと思うもんなお金払って水を買うっていう、ね、でもさすがに水道水は飲みたくないね、うん、私飲んだことないいや俺ガブガブ飲んでる今でもう野良犬のようにそれが原因だそれがいやいやいやでもさそん、うん、ちょっといいじゃん軽気臭くてえ もうそんな今軽気そんなのないよ軽気臭くて軽気臭いのはないねいや今巧妙に隠されてるからねああそうかそうか、うん、あのでもね別にそんなに東南アジアの方とかねその行くとなかなか水、うん、生水の、うん、飲めないでお腹壊しちゃってするんだけど、うん、俺川の水全然平気で飲めるよね、うん、川、うん、あ本当どこの川のどこでもあ川の水はいいよねいいの？あの田舎でも俺もよく飲んでる、すっごい甘くて美味しいよね本当、うん、美味しいよねいやだ気持ち悪いじゃんなんかいっぱい微生物が入ってそうで微生物があるからいいじゃんいいじゃん何言ってんの川だってさいやだってさ川の洗濯とかなんか四国には微生物がいないのかいるよ四万十川だってさ上流の方行ったらすごいよ、まあ、上は ねいいでしょ、うんだからあんまりなんか全て綺麗にしていくのもね、もうねみんなね綺麗にしすぎしすぎでね、なんかそう思うよ、それはわかる、ね、私昔ね抗菌ボールペンって出た時に、うん、何これと思った、うん、抗菌人が使ったボールペンを使わないと、はいはい、それはちょっとねあんまりそこまでやんなくていいんじゃないって思ったことがあるんだけど、うん、あそういうのある文房具とかも今ほら人が触ったのは菌がついてるかからないけど抗菌っていうの多いじゃないね、金玉はどうなの金玉は、ね、抗菌だよね金だらけだよね金だらけだよね金だらけだよね金にまみれただけど金がないっていうのね何金がないって言われて何金があるけど金があるけど金がない金がないもうそこまで言わなくてもいいでしょうあなた面白い、うんねうん、まあいろいろねあの常識もね変わっていきますけどそうですね本当に変わってる今は常識なんか信じちゃダメだ ねそうだよね松下さんなんかさっきリクエストなかったあなた誠さんにね、いや何でしょう。誠さんにも私にも言いましたよ。ミキさんのリクエスト、ミキさん久しぶりね。リーチャートフォードスカイとか来ましたけど。アイサンさんと、うん、アイサンさんちょっと行ってみようよ。あの最近さ。いや私最後の方がいいの、うん、明るい最後に鳥を取るっていうこと違うそういう意味じゃなくてもうちょっと何まだちょっとじゃあ俺、ま、これやるよ、うん、リーチャー何それ何それそうだ嬉しいんだ生きる喜びたとえ
胸の傷が痛んでも何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だ今を生きることで熱い心燃えるだから君は行くんだ微笑んでそうだ嬉しいんだ生きる喜びたとえ胸の傷が痛んでもああアンパンマン優しい君はいけみんなの夢守るため幸せ何をして喜ぶわからないまま終わるそんなのは嫌だ忘れないで夢を落とさないで涙だから君は行くんだどこまでもそうだ恐れないでみんなのために愛と勇気だけが友達さああアンパンマン優しい君はいけみんなの夢守るため時は早く過ぎる光る星は消えるだから君は行くんだ微笑んでそうだ嬉しいんだ生きる喜びたとえどんな敵が相手でもママ優しい君はいけみんなの夢守るためいけみんなの夢守るためはい見事に歌い上げましたアンパンマンのマーチマーチですねこれね柳瀬隆さんのいい詩だもん ね, これ ね, いい詩だね素晴らしいですよねこれねこの詩大好きこの人すごいよね生きる喜びだよ生きる喜びだもんね子供の詩じゃないだろう、まあねやっぱりこう希望夢と希望がねこういう人は哲学者だからさ哲学だもんね本当子供でも大人になっても分かる、うんねうん、いつか分かるような難しいだからそういう歌ってやっぱあるよね、うんうん、あの決してその、まあ、この歌はみんな知ってるかもしれないけど、ね、知ってるよねでもいいですよねこういうのね、うん、またチョイスがまたどうしてなこれ考えなんでもう1週間ぐらい考えて持ってきたんですよそれどこで歌ライブでやってんのともちゃんがこれ好きでこれ歌ってって言うから、はい、あ本当、はい、愛妻家だからいいねこれ歌ったら面白いって言うからさ、うん、ちょっとブルースっぽくだから、ねうん、あのコード進行がいいよねあそこねみたいな感じでそういうのもいいよね、まあうん、アンパンマンアンパンマンのまあ、ミュージアム行ったことないまだ私そうこの前ね、うん、おとといか横浜だったんだけど、うん、その時に行けばよかったなと思って、うん、アンパンマンミュージアム、ね、横浜にもあるの、うん、え高知だよ本家高知にもあるけどね、うん、でも高知のは本家は高知なのそうだって柳瀬さんは高知出身だからね柳瀬さんそうなんだっけ、うん、最近高知がでもそうちょっと俺、うん、あそこの
誰か耳鼻咽喉科さん、そうそうそう、びっくりしたでしょ、ハリマヤじゃん、ハリマヤ、何何、ハリマヤ耳鼻咽喉科って書いてある、あれも高知の人かな、ハリマヤ橋、うん、でもハリマヤさんっているのかな、ハリマヤさんっているのかな、珍しいよね、ハリマヤとかっていう名字、うん、高知よね、高知、うん、ハリマヤ、やっぱでも僕らはほら割と田舎があるじゃない、そういう意味ではね、だからそこにこうちょっと戻れたりとか気持ちがそこにね、うん、あの戻れるというのもあるかもね、誠さんももう昨日も昨日高尾田舎に戻ってきましたよ、高尾ね、私もね高尾さん行きたいなと高畑不動行きたいなと思ってたの、何気もわかんないけど、うん、割と遠いじゃん電車でさ、終電でもすぐだよ、うん、そうでもない、だって家から1時間ちょっとだよ、あ車で、電車で、いや電車で、あ本当に、うん、高尾さんね、うん、いいよね、高尾さんの頃俺猿山から来たからさ、昨日友達になってきた本当猿山、猿山って猿さんいるの、それいるよ本当に、うん、本当、うん、高尾さん行ったことある、俺はほら、はい、もうともちゃんにさ、うん、育てられてるじゃない、うんうん、でもほら仲間はまだ猿山に残ってるから猿山でしょ、会いに行ったいや俺はね九州はねよく高崎山っていうのがあってあ そこの 猿山でさ、うん、俺幼稚園からずっと連れて行かれてたのよ、あそうなんだ、そこに話がでももう猿にさもうびっくりした顔の写真があったんだよね、もう俺は持ってないんだけど幼稚園の頃ね、なんかおさゆさん怖くない、私なんかあんまりこう間近で見たことないかも、うん、なんとなく怖い感じがする、まあでもね、目を見るなとか言うじゃない、目を見るな、ね、うん、目を合わせてきゃいけない、ガンつけるんじゃない、ガンつける、そうそう、おさゆさんは、うん、ね、そうかそうか、そういうのいい ね、たまにはいいよね、うん、そういうとこちょっと1時間ぐらいでそう全然違うもんね、うん、そうだからちょっとやっぱあの都心をこう離れてみるのもね、あの、気持ち的にすごくいいんじゃないですかね、僕もなんかあのたまに千葉の方の海行ったりとかね、うん、するとね、あのなんかほっとしますよね、うん、お蕎麦が美味しいんですよね、あそこはね、またお、うん、あそうなの、あ、なんだっけ、あそこら辺のお蕎麦はね、うん、あるお蕎麦はいいよね、うん、お蕎麦派ですか、あ僕うどんに決めた、うどんが僕の命の恩人だから、ね、まあ言ってたね、そばね、いやお蕎麦って僕あんまり食べたことなかったよ、東京来てからいろいろ知ったんだけど、九州はそんなにうどんがあのメインですからね、うどんにね命を救われましたよ僕はね、うん、あのうどん本当に死にかけた命だったけどね、うどんばっか食べてたのよ、ね、で未だにねもう毎日もう毎食うどんでも飽きない、あそう、まあ、うどんもいろいろね、うん、種類があるでしょ、うん、まあ、あの柔らかいのとか、うんね、でもあなたは柔らかいの嫌いでしょ、いやもうね柔らかいのは嫌、そうお前博多行った、お前ごめんなさい、博多行ってそれ言ったら博多っていや柔らかいね、柔らかいね、うん、すごい、私はそれさ言っちゃったもんね、うん、なんか入れ歯外して食べるようなうどんじゃねえのとか言って言っちゃったらさ品種食っちゃって、それはもう博多のみきくんが聞いたらもうファックスあーとか言われる、ね、メールが来ると思うよ、あんた何倍用途ですか、九州には入れませんよとか言われる、そう、うん、そう、腰があるもんね、高知の方は、そう、四国はね、ほら、ね、あの讃岐うどんって硬い、ね、うん、太くてね、そういうのがね、まあいろいろありますね、うん、でも、まあ、お蕎麦の方が好きだな私は、いやでもちょっと年いってくるとお蕎麦の方がいや良くなるよね、年で、年でなる、ね、やっぱ東京とか関東に慣れたんじゃない、慣れたかもしれないね、うん、私もそうだった、うん、最初うどんだったけど、うん、やっぱお蕎麦の方が美味しいとかも、なんかね、そばでこういっぱい食っていきたいとか言ってないじゃん、うん、またそれあ、うなずいてるキキさんが、うなずいてるキキさんも絶対そばでこう、ね、日本酒食っていきたいよね、なんかね、でもお酒好きな人はあの、ね、おそばにお酒かけて食べるもんね、かけないけど、あ、ほんと、うん、それとお醤油と、うんうん、お醤油もかけない、酒だけかけてそのまま食べてる、そば屋で酒飲むっていうのはちょっといいよね、イギリな感じでね、そういうのいいですけどね、ねえ、あ、お蕎麦食べたくなったね、こういう話をしてるとじゃあ松下さん行きますか、え、お蕎麦、木さんのじゃあリクエストにお答えしまして、何や、菓子がないけど分かんないかも、ここに置いてもらえますか、何言ってんの、ないよ、譜面ないから見てよ、いややだマジですか、マジでないよ、ないない、え、どこあるんじゃないの、二人でやれるらいいよ、二人でやって、たまにはいいな、ちょっと頼むよ頼むよ、 お兄さん、ないで、なんか特等席で見てる感じ、雨、yeah. さんさんと
ちて わずかばかりの運の悪さを恨んだりして、人は悲しい悲しいものですね。それでも過去たちは優しくまつげに凍る人生、不思議なものですね。風さんさんとこの身に荒れて、人は緊張するね、一人で弾くとね。途中で入ってくれるからね。いや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 、あのこの緊張感がね、もう二人で大丈夫だね。ね。これね、この歌はちょっとね、悲しくなるね。これでも3番の歌詞もいいんだね、これね、すごくね。3番がいいんじゃないかな。いいよね、これね。未来的。信じるね。そう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 。やっぱり、ね、全部歌った方が良かったね、これね。今度、うん、フルで歌いましょうよ、未来的ね、やっぱりね。うん、これは小倉圭さんの作詞、ね、小倉圭さんの作詞はいいね。小倉圭さんもね、うん、素敵だよね。小倉圭さんといえばね、僕偶然にね、うん、ある僕の知り合いの空手家がいて、うん、その人のお父さんとちょっと飲むことがあって、うん、それでそのお父さんは小倉圭さんの、うん、ちっちゃい頃知ってて、それで、ちっちゃい頃からね、うん、ギターをね、うん、タンスの上にこうなんかあったギターをね、うん、よく弾きに来てたんだって、まだ持ってなくて。あ、そうなんだ。そう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 。小倉圭さんをね、よく知ってる方とね、小倉圭さんのちっちゃい頃はね、びっくりしちゃいましたけどね。ね、うん、そういう、うん、
それが今のね、そういう方になられて ね、素晴らしいと思うんですけどもですね。すごい詩が好きだなと思って。歌詞が ね、あのやっぱりさすが。うん、素晴らしいですよね。井上陽水さんも好きですけど、私。あ、そうでしたか。面白いじゃない、なんかね。井上さん、うん、はい。井上明美さんって言ってたのね、陽水って書いてね。そうだよね、うん、昔ね。うん、あの福岡にいる時に僕、うんうん、隣町のね田川出身の方でね、うんうん、昔昭和っていうところで僕が歌ってた時にそのだいぶ先輩で、うんうん、その当時はアンドレ・カンドレっていう名前でね、はいはいはい、やられててね、アンドレ・カンドレ、うん、それであのつい最近のことなんですけど、僕のあの知り合いのあの、福岡の放送局の RKB のあのあるディレクターが亡くなられたんですけども、うんうん、その方 RKB のコンテストで僕もグランプリもらって、うん、デビュー前にあのいろいろお世話になった方でね、うんうん、本当にねあの皆さんお亡くなりになっても寂しい感じですけども、その方がね井上陽水さんをこう、うん、向こうで発掘したっていうね、野見山さんっていらっしゃるってね、うん、本当にあの残念でご冥福をお祈りしたいと思いますけども、僕もすごいお世話になってて、うん、でその陽水さんがねあのやっぱりデビュー前からね、うん、いろいろあの相談されたりなんかしてね、うん、いい人でしたけどもね、陽水さんも ね、あの皆さんやっぱりあれですよね、お元気、まだお元気で ね、 お元気いらっしゃいますけども、ね、お元気です、それはもちろんですよ、ね、何言ってんだもんコマーシャルね、なんかフェイスブックでさあの、うん、ちょっと一つ質問、うん、亡くなった後は消せないわけね、あれ。そうなんだよね、あれずっと残ってるんだ、ね、そうそう、亡くなった方のね、僕の知り合いも何人か亡くなられたんだけども、その誕生日がまた来るんだよね、そうですね、お知らせが、うん、お知らせがね、はっと思っちゃうんだけどね、まあでもその思い出が残っているのもまたいいのかもしれないし、最初はねどうだろうなとか思ってたんだけど、お亡くなりになった方はね、また自分がなんか死にそうになったら消しちゃおいや俺もそうするよね、なんか嫌だ、残るの嫌じゃない、なんかね、なんとなく、うん、残すのは嫌だなと思うけど、ただ他の人が削除できないよね、なかなか、そうだね、パスワードとかは分かんなかったりすると、そうなんだね、そうそう、だ書いとけばいいけど、ね、でもやっぱりそれなんとなくそれでこう残っているっていうのがこういいんじゃない、うん、いいのかもしれないよね、あのどうだろうね、人にもよるか、うん、人にもよるけどね、うん、俺の友達はだから奥さんがそれを残して、うん、そのあ残してあのツイートっていうかそのそこの場にしてページみたいな感じにしてる、あ、ね、そうなんだ、あそういうのも ね、 ね、うん、いいのかもしれないですけどね、うん、そういうのだからまあね、あのいろいろありますけども、まあ元気でね、あのこうやって、まあ、生きてる以上はね、あの頑張っていきたいと思いますよね、それぞれ。どうでしょう松下さんはそれはそう当たり前です、ね、いきなり振るんじゃない、まあね、振るよねどうします、どうします、うん、これやんないの、落葉忘れた頃に、何それ忘れた頃に、もう嫌なことを探しても嫌人がさ、いやちょっとやろうとしたんだけども、なんかもう一曲やらないの、うちは好き、いやこの歌は好きなんだけど、俺歌えるかどうか分かんないんだけど、ちょやるじゃん、うん、じゃやろうよ、いやいいよ何でも、せっかくだから、これ吉田拓郎さんの歌歌おうか、しばらくぶりに光の夕日の赤が水平線から漏れている止まった手に仙台フェリー、あのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよ、おまけにテープを拾ってね、女の子みたいにさ、手の中で振ればまた振り出し
やっぱり間違えましたね。最近早口な歌詞歌えなくなってるかもしれない。いや、なんかこう詰まってる歌詞って口がさ回んないんで、口が回んなくなってた、うん、なんかあの自分で自分の歌をなんとなくこうゆるく歌ってるから、ね、かもしれないよね。いや、人の歌って緊張するんじゃない、うん、緊張する、あの、いやでもね、昔は人の歌ばっかり結構歌ってたんだけど、あの最近はね、あ、ごめんなさい、吉田拓郎って書いちゃった。金尾吉郎だった。吉田拓郎、金尾吉郎ってね、拓郎さん最近ね元気かな。そうそうそう、私も拓郎ファンだったからね。あ、そうなんだ。そうか、そうか。陽水さんは、陽水さんは好きだった、詩が好きだった。あ、そうなんだね、詩の世界が。まあ、あの、あれですけどもね、うん、ということで、はい、ちょっと自分の歌歌っていいですか。どうぞ。どうぞ。少年の街っていう、何やる、少年の街、久しぶりやりますか、はい、松井さんこれコーラス、うん、はい、最近やってないけどやりましょう。胸に大きすぎる夢抱いて旅立つ少年の街、傷つけ傷ついて砂を噛むような暮らしに今では慣れすぎていた。でも俺を叩いて音も立てずに通り過ぎてゆく、誇り高く自然体で生きてゆこうと、もがけばもがくほど鳴らされていた。男らしく女らしく生きてゆくこと、コンクリートの街の遠い幻、限りある命のぬくもりさえも感じることなくもう歩けない。
まう。いつしか変わってゆくけれど、滅びゆく命と新しい夢、変わることなくいつも寄り添って。人は誰でも愛を探して生きているから、人はいつでも夢を求めて少年の街という歌を久しぶりに歌いましたけどもですね、あっという間の1時間ということになりますけども、はいはい、ね、結構金玉が続くかもしれませんよ。俺ゲストを入れ忘れてた急いでちょっといろんな人電話しようかな。そうだね、うん、あんまり僕ばっかり歌うとやかましすぎるということでね、マクスさんなんか最後今日は最後やりましょうか。1曲入れましょうよ。いいですか。うん、なんかビシッと締めていただいて、締まるかな締めて締まるこんなのどうでしょうね。クラフトンの曲なんですけど、おうおう、ちょっと You left him standing in the pole of the man. There's every chance he'll go insane. And someone comes along and takesIt's hand, he must have loved. Can't you understand that in me it's one woman? He needed this one woman, and in me it's his one woman. He needed this one woman to love.His hands are shaking and his head hangs down. No peace of mind for him is found. You break his heart and you set him free. Someone must save him, just you wait and see. That he needs this woman.Gave you, he'll throw away. When all he wanted was her hand to hold, his lonely world has gone so cold.
And he needs his woman. He needs his woman. And he needs his woman. He needs his woman. And he needs his woman. He needs his woman. はい、ということでね、あの渋く締まりましたね。Need his woman、クラプトンですよね。またこれ、なんすか、なんすか、まさなんですか、なんすか。またね、あの来週もおそらく金玉になると思います。来週はね、本当に。いや、俺ちょっと忘れてるかもしれないな。おそらくね、ちょっとあの皆さんにご連絡するのを忘れてたかもしれない。またね、あのもし、金玉だったらよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。空いてる人が来てくださいって。空いてる人が来たと吉田彦さんがすぐ来てる。近くに、近くだからバスで来れるからね。まあ、いろんな方をね、あのまたご紹介、したいと思いますけどもですね、はい、今後ともよろしくお願いいたします。でもライブの告知、告知はな、僕はあんまりライブないの。ないの、うん、僕はね、僕はね、6月はちょっと、お休み月間としてますね。お休み月間、いや、6月、あります、あります、ごめん、ごめん、あるじゃん、うん、それ、これちょっと宣伝してください。これはね、ブルースカンパニーの、あの宣伝です。宣伝ですか、はいはい、7月17日、モーションブルーで、モーションブルー、シカゴミュージシャン、J.W. ウィリアムス、ほか1名、シカゴから来るんですね、ブルースカンパニー、これは、7月いつですか、17日、これ、モーションブルー横浜。はい、もうチケット受付してます。あ、そうですね、ブルックスカンパニー、シカゴからですね、素晴らしいですね。これは、ね、あのブルースフェスティバルの流れで、そうですね、そうです、いらっしゃる、ね、横浜ね。あ、そうですか、はい、楽しみにしてくれ、はい、で、誠さん、それありましたね。これね、僕ね、うん、これ8月の4日ですかね。8月4日、まあ、これはあのピース広島って、まあ、原爆投下されたはいはい、はい、からの、うん、平和イベントにさせていただくことになりました、ね、ピース広島ですね、はいはいはい、これ神保町 の救世軍のホールで、あ、救世軍のホールっていうのあるんですか、ほうほうほう、はい、これ8月4日になりますね、はいはい、こちらもよろしくお願いします。そうですね、あの、はい、眞子さんもあのいつもいつもライブはあると思いますけどもですね、うん、私はね、今月、6月30日、スモーキーですね、これたけし君と、ウォッカのたけし君と、あの私3人でやるぐらいの感じですね、はい、まあでも3人で行くっていうのはまあまあちょっとライブも入れ忘れて、入れ忘れて、7月は結構ありますけど、須賀川に行きますね、今度ね。須賀川一緒ですね、よろしくお願いします。3人で行くの、7月14日須賀川、スカスカじゃない、スカ川のプカプカですね。怒られちゃうね。7月14日、行きますね。待っててください。俺ね、明日ね、ちょっとね、明日どこに、はいはい、久々の人とあのライブをやりますね。誰誰バレルハウス、あの池袋のバレルハウスっていうところで、ほうほうほう、あの私と大吾ひろみさんってキーボーディスト女性、ピアニストの方、そうなんだ、あと沼信也達也君と、あと山本義隆ってベーシストなんですけど、あ、そうなんですか、うん、その4人でライブをやります。それどこですか。池袋のバレルハウス、バレルハウス、池袋バレルハウスね。それをどこですかってまた聞くのがうまいでしょ。うまいね。ねえ、これが、まあ、もう伊達で10年やってないですからね、僕もね。素晴らしい。まあ歌は間違いますけども。楽しいね、放送でしたけども、またね、はい、来週お会いいたしましょう。よろしくお願いします。お相手は金代郎と高橋誠、松下としみでした。動画の菊さんもありがとうございます。毎週毎週ありがとうございます。あとね、動画を編集していただく、サラズバンクの金子、源一さんね、もう感謝申し上げます、はい、今日も楽しい放送でした。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。祭りがある。
懐かしき友がいる。忘れかけてた思いが体に染み渡る。熱き心が好きさ。